やっぱちょっと今の見ちゃうとあれだな、やっぱし、あ、支店登録しとこう。メニューの、今日ですね、重市さんがですね、おはようございます、新しい新艇を、何その頭痛が痛いみたいなの、ご購入したっていうのでね、これです。お、オレンジ色やね。そしてペダルもある、プロペル、プロペル13かな、13プロペルですね。型式メーカー、これオレンジ色の、まあ、隣に映ってるのはね、私の手ですけど、今日浸水式ってことでね、ぜひともご一緒と同じでちょっとやってきました。ええー、ね。さあ、改めましておはようございます。おざっす。ちょっとね、今あの船の方はちょっとじっくりこう、はい、舐め回すように見たんですけど、結構横幅あるんですね。うん、ちょっとびっくりしました、ね、結構でかいっす。写真で見たらほらスリムかなと思ったけど、実際見ると結構ずんぐりしてる感じ、うん、そう、でかいっすかな、厚みが結構あるなっていう、うん、僕のイメージはね、これ重いっすか、やっぱめちゃくちゃ重い、全部外して40キロ、あ、全部外して40キロだ。でもこれのっけてこれのっけたらもうなんか50、あ、もう結構しますね、うん、クーラーのっけたら60キロ、うん、成人男性ぐらいやね。ほんで、あ、動輪、そう、動輪はね、これ工夫したんですよ、ダブルで、ダブルで、前のね、このタイヤが、はい、ほらこれ、はい、あ、今この動くでーほんとだ、この、うわ、重っやっぱり重いな、この感じ、すげえ、こんなこともできた、ほうほう、考えましたね。そう、ここだけでね、こうやって横に引っ張ろうとしても、うん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 、だからね、曲がれないです、あんまり、急に曲がれないんで、そうなんで、うん、あ、なんか発見しましたよ。なになに、なんか見えますよ、チラチラと。気づいちゃった、ファンキーさんの隣にカルカモ君、はい、ありがとうございます貼ってくれた、ありがとうございます。息子にほらこの前もらった調子でもらったやつ、はいはいはい、あれもね、あの息子が、これ息子が貼ってくれたんです。おお、ありがとうございます。よし、じゃあ進水式ですね、重市さんの新艇の、いよいよやね。待たせちゃいけないと思って慌ててグローブしてきたら違った、左右違った、まあ右と右とかじゃなくて、うん、よかったですね。ポジティブ、引っ張れるのかな、ちょっと見ものですね。ちょ、そうか、そこは、あとあんまり行っちゃうと乗り込むとき大変ですもんね。そうですね、いや僕ほら行ってもさ、このこれがないやつ、うん、こうやって押しながらバーンって乗ってたんですよ。そうですね、それだとこういう風に乗っていくんでしょうね、きっとね。難しいもんやね。では、では浸水の儀を取り行います。はい、あ、もう、はい、どうぞ。おごそかにね、皆さんの安全と、皆さんの安全と、はい、安全と、はい、と爆鳥爆鳥祈願しまして、自分の手の安全も、はい、僕も安全に、みんなも安全に、安全に、はい、アメリカの船なので、はい、バーボンでございます。おなしやす、よろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。前と後ろと海に、海に感謝、海に感謝、結構ちゃんとやるのね。さあ、さあこれが運べるのか、運べるのか、40キロ以上60キロぐらいあるみたいですね。お、いけそう、引っ張れます、もう全然動かせないかと思ったんですよ、重すぎて。大丈夫だ、あ、まあでもラダーもそうですね、あんまり、ね、全然引きずってもね、大丈夫な、あ、よかった、よかった。あ、でもやっぱ重いな、重いけど動かせなくはない、腰に気をつけて、どういうと難しい、ちょっと行ってみたいと思います。はい、行ってらっしゃい、ちょっと 見届けます。はい、じゃあ、はい、行ってらっしゃい、行ってまいります、安全に、よし、さあ、重市さん、今
足こぎのプロペラを装着してますね。ダブルでやるん？パドルとペダルと。おお、パドルなしで。パドルなしなのか。おじさん喜びすぎやろ。いやでもこの感動を味わいたいな。俺も買うしかない。さあどうしよっかね。どういうプランで行こうか。分割支払いじゃないかな。一応エギを買ってきてる、持ってきてるんで、あとねスピニングロッドあるんで、エギを使ってアオリイカ、ええやん。ちょっと根回りだな。根回りで推進そこってことね。でもこの辺の根の周りとかもいいんじゃねえかな。今日はね南房総来ました。おはよう、改めておはようございます。なんかいいよね。今日はね、南房総来てますんで、で茂木さんの新艇、プロペルの浸水式にね、ちょっとお邪魔しまして見届けました。遅い、今もうね7時半ぐらいなんだけど、受け始めました。でね、周りでやると、ね、これですね、これ14グラムかな、もともと。で、ここに10グラムの重りをつけて、ちょっとティップランって感じで、ちょっと、風に流されながら。ながら。水深10メートル。この辺をちょっとね、投げて。おっと、投げる？もうまあ、フリーホールかな。あ、じゃあ、テンションホール。おっと、ベイトの群れがありましたね。あ、ベイト群れいるね、ちょっとね、ここね。珍しくね、今日ちょっとエギをやるって言うんだよね。ちょっとスピニング持ってきました。ふむ、うん、すげえぎこちない。いや、そこ取れねえ。なぜ重さが足らんの？いや、やべ、わかんねえ。この船が流れてくんのがわかんねえ。流れてくから、あれ、なんか一応そこ取れてるってことかな。こういうのがあるってことは多分。もうちょっと重くしようか。うん、そこ取れました。やっと。やっぱ船が進んでる方向に、投げて、思いっきり投げて、で進行方向に投げる。そこ取りながら、あとラインを送りながら、そこ取る、そこで取る。そしてまあ10メートルから13メートルぐらいだから、多分6秒ぐらいで多分沈下すると思うんですよね、そこまで。なるほど。やべ、普段シャクルなんてさ、そんな運動しないから、やべ、右肩が、あ、やべ、久々の高切れ。高切れしちゃった。あらら、エギさんが、あー、どこからだ。これはリーダーところから抜けたね。残念、高切れしました。しゃあない。さあ、今日の私のエギングは終了しましょう。諦めも肝心だけれども、サクッと川上げになるか。サクッといけるのか。はい、リーダー結び直しました。で、カワハギ用の仕掛けにしました。で、これなんかね、キラキラ就業板みたいなやつがね、これついてるんですよ。で、その下にね、2本針、これビーズがつけたやつね、ここに1本、これ私が作りました、自作です。そしてね、重りがね、持ってきたのが30号と25号でちょっと重かったんで、ね、45g、 TG ベイトつけました。これでね、ちょっと欲張りでね、もしかしたら一番下のジグにも何か来るかもしれない。このね、アサリに釣られてね、欲張りセット来るかもしれないってことでね。よし、はい、いけ。餌ないんですけど、あれ、あっという間取られた。早すぎ、サクッといけるんちゃうん。ごめんね、ここまで作ってなんだけど、ちょっと待って。折れるの早すぎやろ。全然手応えなく餌取りにやられてます。うん、もう一回エギやろう。戻るんかい。
高切れの傷が癒えたか。ピンク。じゃあこれでいこうか。まあ頑張ろう。おお、すげえベイト。今度こそいけるか。潮目だね。絶好やん。ちょっとこのさ、正体。どの正体？下にすごいベイトの層があるんだけど、ね、今ちょっとその正体か。ジグサビコとしました。サビキ。すごいおるけどなんだろうね。お、速攻来た。来た来た来た。なんだなんだ。大きそうやね。ドラグってる。おー、落としたらいきなり。なになにこれ、なんやろ。相当重そう。ちょっと待って、あ、軽くなった。あ、大丈夫、よし。どっち？こっち。見えた。お、お、重いハートだ。よっしゃ。はい、久々。オッケー。釣れてよかった。あー、ちょっと待って待って待って、はい、オモハトゲット。待って、エギなんてやってる場合じゃねえよ。手のひらドリル。このベイトの下にいたね。いやー、久々、オモハトゲットだぜ。もうエギはいいや。はい、結局ちょっとどうだ。おい、かつい。はい、よし。あ、寝かしてお刺身だな。もう食べること考えてる。TG ベイトで大もはた。ドラゴン流してくれました。30センチぐらい。お、40ありそう。ちょっと待てよ、ちゃんと口閉じの39センチだね。おとなしい。こういうのは正確にいかないとね。40、ギリギリ40かな。模様が綺麗ね、はい、ナンバー8カルガモくん、これでいいのかな。よし、そしてあとは重さ。よっしょ、見えないんだよな。おお、あー、危ない。ちょっと危なかった。そう、くさ、大もはた逃げられました。あ、寝かしてお刺身だな。ちょっと嘘だろう。悲しいな。あ、お持ち帰りするから、これはあれか、帰ってからやればよかったか。確かに。まあ何を言っても後の祭りや。マジかよ。マジだよ。何をやってるんだ私は。せっかく釣ったのにね。40センチの大物型。ねえ、ちょっと待って、皆さん釣れましたよ。釣れてたね。800いくつあったと思うんですけど。重さか。いやー、ちょっと待ってや。自業自得ではある。あー、もう気を取り直せ、気を取り直せ、気を取り直せ。言い聞かせすぎだろ。さあ、しげちさんのところにようやく来ました。でね、先ほどちょっとね、連絡があったですね、あのこの間脳停止を済ました、プレジャーボート船長の船、今日もなんかね、出てるらしくて、木更津からこっちの方向かってるみたいです。まあ会場で会えたら会えたらで、ね、挨拶しましょうということでなってます。さあ、しげつさんの釣果はどうかな。こっちは40センチの大物旗釣ったからな。さあ、しげつさんは何で鱗付けしたでしょうか。さあ、皆さん問題です。
お、漕いでます漕いでます。さあ、しげちさん、新艇は何で鱗付けしましたか？見てました？見てないです。見てない？はい、たった今釣りましたよ。お、マジっすか？お、ちょうど。え、鱗付け、鱗付けました。付けました。自慢できるのかな？これと同じ色のやつ。赤旗？あ、赤旗、赤旗。やった。サイズは？サイズはね、30ないぐらい。ギリ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 20センチぐらい。いやー、おめでとうございます。3時間やったはずだったこれ根回りですね。そうですね、ちょっともうちょいそっちの方。うん、そっちの方で根回りですね、うん、いや、計測中に逃げられましたよ。そうなんです、計測中。あのリモートフェイスでやってるからあれでやつらバババババッと暴れて、この辺に横たわって、ちょっと待ってちょっと待ってよって言ったらビビビビビって、ハトヤみたいな。ハト、大毛旗、40センチ。40、あー、40だったらいいですね。いやー、チクショーってやつ。ご視聴ありがとうございました。次回も見てね。